よかった。目が覚めたみたいね。急に目の前で倒れるんだもの。びっくりさせないでよね。あなたって気持ち悪い言い方ね。第一、私のことがわからないって今はそんな冗談言ってる場合じゃないのよ。嘘、もうソン君ってばどうしちゃったわけ？頭を打ったの？熱はない？自分が孫悟空だってことはわかるのよね？あんたに決まってるじゃない。っていうか何なのよその変な口調は。ほらこれが証拠よ。鏡で自分の顔を見てみなさい。鏡を見た反応からするとあんた本当に孫君じゃないの？でも見た目は間違いなく孫君だし、もし、ああもうどうしたらいいのよ。今はそれどころじゃないのに。ここにいたか。誰よこの大変な時に。あんたはまさか16号16号なの？ねえセルに破壊されたはずのあんたがどうしてここに？もしかしてドラゴンボールで生き返ったの？16号まで復活したなんて一体何が起きているっていうの？ちょっと黙ってないで何とか言いなさいよ。セルに壊されて故障した時直してあげた恩を忘れたの？それは俺ではない、別の16号だ。え？孫悟空にリンクしているものよ。抵抗するというなら力ずくでも連れていく。ソン君、状況はよくわかんないけどさっさと16号をやっつけちゃってよ。まさか戦い方も忘れちゃってるんじゃ。
その肉体は孫悟空のもの、強度もそのままのはずだ。多少手荒な真似をするが、お前が死ぬことはない。殺すわけにはいかないからな。よし、行くぞ。立て直す。リンクして間もないというのになかなかやるな。こんにちはブルマさん、ごちそうをいただけると聞いて伺ったのです。わざわざ僕たちを呼び出したんだ。よっぽど美味しいものなんだろうね。ん？なんだお前、どうやら人間じゃないようだが。邪魔が入ったようだな。ここは出直した方が良さそうだ。孫悟空にリンクしているもの、また会おう。行っちゃった。何がどうなってるわけ。さてと、孫悟空の中にいるやつ、お前は誰だ。僕の目はごまかせないぞ。え、どういうこと。この人は孫君じゃないっていうの。おやおや、これは不思議ですね。悟空さんの体なんですが、本人の気はわずかにしか感じません。その代わり、知らない人の気が感じられます。第三者が悟空さんの体を乗っ取っているというところですかね。体を乗っ取っている？そんなことって。ちょっとあんた、孫君の体から出て行きなさいよ。あんたに乗っ取られているほど孫君は暇じゃないのよ。ブルマさん、そんなに困らせるものではありませんよ。この方も
意図せず悟空さんの体に入ってしまったようですし、というわけで悟空さんの体の中にいるあなた、あなたですよ。まずは心の中で悟空さんに呼びかけてみていただけませんか。あなたなら同じ体の中に眠る悟空さんと話すことができるはずです。それにしてもウィス、この妙な波動は一体何だろうね。やはりビルス様もお気づきでしたか。どうやら人の手で作られたもののようですが。波動？何の話？なんだ、お前にはわからないのか。鈍いな。鈍いとは何よ。失礼ね。普通の人間はわからないわよ。おや、この件についてお話があったわけではないのですね。てっきりごちそうを食べさせる代わりにこの波動について教えろというのかと。あ、そうよ、すっかり忘れてた。今世界中が大変なことになってるのよ。急に孫君たちの偽物みたいなのが出てきて世界中で暴れてるし、突然フリーザやセルが復活したりで大混乱なんだから。ふーん、ふーんじゃないでしょ。地球のピンチなのよ。せっかく来たんだからあいつらを倒してよ。僕には関係ないことだ。そんなことより早くおいしい食べ物を出せ。つまり助けてくれないのね。とはいえこの波動についてはいささか気になりますね。おや、悟空さんの気が少し増えたみたいですよ。どうやらあなた、悟空さんと無事お話ができたみたいですね。悟空さん、聞こえますか。それがよ、腹減ったし起きようと思うんだけど目が覚めねえんだ。オラがいる場所の出口がどっかわかんねえし、ぶっ壊して出られる気もしねえ。悟空さんから返答がないところを見るとやはり自力では動けないようですね。あれ、オラの声ウシさんに聞こえてねんか。ウシさんの声は聞こえんだけどな、困っちまったな。ひょっとすると悟空さんがこうなったのはこの波動の影響かもしれませんね。波動の力で気の量が制限され、反動で精神が体の奥底で冬眠状態になった、そんなところでしょうか。気が多そうな連中は全員強制的に眠らされているようだな。だったらなんでビルス様とウィスさんは大丈夫なわけ。決まってるだろ、神はそんな波動なんかの影響は受けない。あ、そう。まあこの謎の波動を何とかしない限り悟空さんはずっとこのままでしょうね。そんなの困るわよ。あ、
ちょっと待って、今各地の様子を見に行くってみんな外に調べに行ってるのよ。でも強い人が眠っちゃうってことは他のみんなも出て行った先で動けなくなっているでしょうね、おそらく。もしくは誰かに体を乗っ取られているか。状況を打破するにはこの波動を止める人、ブルマさん、この波動の原因に心当たりはありませんか？急にそんなこと言われても。あ、そういえば思い当たることがあるようだな。なんであの時16号が現れたんだろうって。それに孫悟空にリンクしているものって言ってたし、今起こってることと全く関係ないとも思えないわ。なるほど、そう思うのでしたら探ってみる価値はあるのでは。そうよね、まずは調べてみないとわからないわ。それにみんなのこともそのままってわけにはいかないしね。そうなると強い人の助けがいるんだけど。言っておくけど僕たちは手伝わないよ。そんなこと言わないでよ、おいしいごちそう用意するからね。何度も言うようだが僕たちには関係ないことだ。困っているなら悟空の体に入っているやつに頼めばいいだろう。え？悟空の体を動かせるんだろう。だったらこいつも戦えるはずだ。仕方ないか。まああんただって元の体に戻れないと困るでしょ。というわけで私たちに協力してね、よろしく。けどなあ、お、いたいた、オラの木に似てんのがいるなって思ったけど、アイス、へへ、やっぱ驚いたか。難しいことはよくわかんねえけど、そい、他にもそいつみてえな偽物がいっぺいて、見た目が似てるだけじゃなくて本物と同じような技も使う。オラも自分と戦うなんて初めてだから、ハペかどうかは戦ってみねえとは。オラと同じような技を使うんだったらこいつと、そういうわけだから。
for the coming battle! いきなりソン君にそっくりなの。今ああいうクローンが世界中にうじゃうじゃいるのよ。またいつ襲ってくるかもわからないし、ソン君の中にいる、あ、そうそう、ソン君にとってもあんたにとってもロ、例の謎の波動が解析できたから、それを中和できるよう飛行機を改造した。これで波動の影響で閉じ込められたソン君の意識が表に出てこられるはず。簡単に言えば、いつものソン君に戻るってことね。それじゃ早速起動してみるわね。えい、はまだ完璧じゃないから力までは取り戻せないみたいね。よくわかんねえけどよ、この状況ってドラゴンボールで解決できねえか。それができるならこんなに慌ててないわ。ドラゴンボールは今は石になってるでしょ。あ、そっか、すっかり忘れてたぞ。ああ忘れてたって、ソン君らしいわね。それじゃあソン君の体の中にいる誰かさ、とにかく今の状況だとあんたにはソン君が本来の力を取り戻すまで戦ってもらわないといけないわね。よし、それじゃあ16、お、だいぶ弱ってっけど、あれクリリンだ。早速助けに行くぞ。
よし、よし、始めるぞ。ほら、ワクワクしてきたぞ。The show begins. Gohan! Ready to go. Frieza! What an unexpected thrill. You're wide open! Oh, he's gone! You're wide open! Now!
get in the way. Over here. You're going faster! Change! Move back! You're wide! I'm coming! Faster! Be gone! Despite all your bluster, you didn't amount to much. Frieza! Wait! Oh, you do have a degree of potential. If you weren't Goku's child, I'd recruit you into my army. Be gone! Bring us to me!
This isn't funny. You can't depend on mere calculations to understand Satan. Vegeta! Win! I'll say one thing. I have never been one of your subordinates.